ブル中野のブルチャンネル。はい、ありがとうございます。今日はね、見てください、このバックの風景とこの椅子とテントがね張ってあって、実は今日のゲストにふさわしい場所をこのスタジオに選びました。ここね、スタジオなんですよ。スタジオというか、あの部屋の中で、外のね、本当はね、アウトドアで会いたかったんですが、実は今日来てくれたゲストの方というのは、YouTuber です、今。そしてアウトドアとか焚き火とかね、あとはバーベキューとかね、そういうのをやられている、ゲストの方です。紹介しましょう。能見佳代ちゃんです。よろしくお願いします、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで YouTuber って言ったの？やってるよね。はい、はい、キャンプが好きで、キャンプが好きで、はい、で、そうなんだ。はい、中でもソロキャンプが好きなので、あ、ソロキャンプね。ソロキャンプに行って、その様子を YouTube に上げて、はい、私も見たんだけど、はい、結構さ、顔とかあんまし出さないっていうかさ、横顔とかさ、はい、結構なんか日記みたいにこう、自分の視点だったりとか、そんな感じで、そうなんだ。いや、ファンの人は多分ね、顔を見たい、あ、そうですか、だと思うんだよ。だけどなかなか見せてくれないから、あんまりこう出し惜しみしてるのかなとか、そういう感じではなかったね。はい、自分の目線での動画なんだ。はい、なんか、あとそういうキャンプの YouTuber の方がたくさんいて、かっこいいなと思って真似した。そうだったんだね。いや、私もね、この YouTube 始めた時に、もう初めの方から、能見選手も YouTube やってるんでコラボしてくださいとか、焚き火やってくださいとか、私も初めの頃ソロキャンプとかやった時があったから、1回だけねちょっと断念しそうになりましたけど、そうそう、だからね、やってるんだと思ってね、気になってたんですけども、はい、ね、やってます。たまたまね、前回さ、ワッキーが出てくれて、能見ちゃんの話になって、はい、ね、美穂かよ、はい、美穂かよでね、本当は出てほしかったんだけども、はい、今回は一人ずつ、別々で個別で出てくれることになりました。はい、今回のゲスト、能見佳代ちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです、はい、全然ファンの人はみんなね、知って、かぶってないんでね、ワッキーも私かぶってなかったから、はい、かぶってないんでね、きっとね、はい、自分はもう対抗戦ブームの大ファンだったので、あ、それは見てる方だったんだ、はい、対抗戦を。そうだったんだ。はい、で、自分が入った時には、もう中野さんは限定出場だったりで、もう現場にはいらっしゃらなかったので、あ、そっか、大場所だけポン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 で出る感じだったのね。はい、あ、じゃあなんとなくすれ違ったりとかはしてるんだよね、はい、きっとね。でも私もなんとなく覚えてるの。それで一番覚えてるのは、はい、なんかほら、芸能人の方とかおにゃんこクラブの方とか番組に、ね、はい、で、前場の人たちと同窓会みたいな感じで出た時に、はい、その時は多分初めてこう、ね、しっかりご挨拶させていただいて、ね、うん、あれが12年前とか、ね、12年前なります。あ、そんな前だったんだ。はい、あの時私またすごい太ってる時だったんだよね。引退式を終えた後かな、終わる前かな、わかんないけども、とにかく体大きくしてて、細くてね、はい、そうだね、12年前なんだ。はい、そうです。あ、そうなんね。はい、ね、その時なんかこう、私とかダンペさんとかアスカさんとか、アジャガーさん、あ、ジャガーさんもいらっしゃった。アシャもいたよね。はい、そういう方たちの中で、ひときわ綺麗で、細くてちゃんとしてる人、唯一だったので、あ、まあ、ジャガーさんももちろん綺麗ですけども、だったから、ああ、よかった、なんかね、女子プロレスのイメージが変わってくれればいいなと思って。そんな感じでね、いたの覚えてるんだけど、はい、あれ12年前なんだ。そんなに前です。そんな前なんだね。はい、能見ちゃん今いくつ？46歳です。 46?40 代になってたんだ。はい、本当に、はい、いや、もうなんか前場のもう後輩だと、みんながもう15歳から18歳ぐらいのイメージしかないんだよね。はい、もうずっと残ってるのがそこでさ、はい、その後ってなんかあんまそのままだったりします、うん、そうだね、変わんないしね、みんなね。そうそうそう、特に現役の人は変わんないしさ、まあ大きいから、太ってるから張りもあるしね、あんま変わんないよね。まあ、でもよかった、のみちゃん今日すごい変わらずに綺麗でいてくれて。いや、最近っていうか今は、はい、ご結婚をされた、はい、結婚です、はい、うん、
今はもう子育て中心でおりません、うん、おいくつの子供と、中学1年生あそんなにもう大きくなったんだ、はい、男の子1人です、うん、あ1人なんだ、はい、中1の男の子が1人、はい、ってことはもう結婚はもう15年以上前にしたってこと、あそうですかね、それぐらいありますかね、なんかその番組の時に生まれたばっかりだったんですけど、うん、あそうだったんだ、はい、なのでまあ結婚は結構長いです、そうだよねその当時っていうのは、はい、結婚したことは、一応黙っていたのかな、あ言ってました、言ってたの、引退してからもう何年か経って結婚したので、うんうん、あそうなんだ、はい、そうかそうか、あおめでとうございます、すいません、いえ、なんか幸せそうで よかったいい学びになってますそれではね、対抗戦の時には実際に見ていた側だったのみちゃんが、はい、どうやってプロレスをの世界に入ろうと思ったのか、そのきっかけからまず聞いてみたいと思います、はい、初めのきっかけはやっぱり好きだった、きっかけは、はい、対抗戦ブームにすごいハマっていたんですけど、うんうん、見出したのが、うん、91年ぐらいの91年、ジャパングランプリ91とか、うん、タックリグザベスト92とか、うんうん、あのあたりの VHS をレンタルビデオ屋さんで借りてきて見ていたのがきっかけで、それは高校の仲良しの女の子が大好きだったんですね、全女、全女、全女ファンで、それでお友達が借りてくるのでこう見てる中で、こうだんだんブームになっていって、でそれでこう試合にも行くようになって、実際に見に行くようになって、はい、でだんだんは入りたいっていう風にやりたい、うん、その時にだって細かったんだよね、そうですね、普通の体型っていうか別にすごい太ってたとか、はい、ぽっちゃりとかでもなく、はい、細かったよね、はい、きっとね、なんか運動もテニスぐらい、あテニスなんだ、はい、あなんかテニスっぽい、テニスだよなんかね、ミニスカートでテニスっぽい、全然下手でなんですけど、うんうんうん、でも当時見に行って、うん、新人さんはみんな細かったので、うんうん、1本目2本目の方が細かったんで、うん、できると思ってしまって、うん、そうか、前女の新人まだね入ったばっかしは皆さん細いので、うんうんうん、なんか変わらないような感じなので、うん、できるってこう思ってしまって、うん、思い込んで、で対抗戦ブームの終わりあたりに、うん、東京ドームがあったと思うんですけど、はいはいはい、ありました、はい、虹の架け橋、はい、自分は愛知なんですけど、地元が、うん、愛知から友達とやっぱり見に行っていて、愛知から見に行ったの、はい、見に行って東京まで、うん、もうそれでその 1,2 ヶ月後くらいに、うん、平成7年組のオーディションがある、うん、平成7年組なんだね、はい、平成7年なんです、うん、でそこに受けに行って、うん、受かって入門っていう感じ、その時って誰が受かってたの、一緒に受かった人、高橋七重選手です、あ七重が同期の同期なんだ、はい、平成7年7年、あ七重同期、はい、あとはちょっと残らなかったんですね、早めに辞めてしまったんで、あじゃあ2人はじゃあ平成7年で本当の同期だったんだ、あそうです、七重さん後に変わってくるんですけど、うん、あそこいろんなねいろんなことが、はい、起きるんだね、最初スタートは同期です、7年組で、あのさ、はい、七重もちゃんとこう前女らしい身長と体もあったじゃん、はい、で能美ちゃんもさ結構身長高いんだね、64とか5なの、そうですね、身長はね、はい、なんかこうちょっと自分たちの最後の方の後輩とかは60ないとかがちょっといたりとかしたから、はい、それに比べたらちゃんと60ある以上ある人がその後入ってきたんだね、前女もね、そうだったんだね、はい、前女どうだったの、その入った時っていうのは、入ってでもやっぱり何もできなかったですね、うん、七重さんが、うん、もうやっぱりいつもこう先行っている感じで、そういう感じ、もう初めから練習生だったので、うん、もう受け身も取れて、あそういう感じだったんだね、はい、もう巡業にも七重さんはいつも連れてってもらって、うんうんうん、こう自分たちは順番で、うん、七重さんと誰誰、七重さんと誰誰みたいな感じで、そっか、やっぱし体も大きかったし、うん、すごかったです、ね、あと、まあ、受け身とかもできて、あそれそうですね、有望視されてたんだね、うん、七重はね、
で七重とじゃあ誰か連れて行って旅、はい、地方巡業っていう感じだったんだ。はい、七重さんはもうプロテストも一番最初に一人で受かって受かった。あ、本当に。はい、その同期の中で自分はどのぐらいどんな感じだったの？一番まずかったですね。一番まずかった。3回目のプロテストで本当にギリギリ受かったような感じ。本当、ね。私と同じだわ。でもあの運動とかはその同期の中ではできる方だったの？